見つめてばっかじゃつかめない未来届くようにひらめきで虹をかけよう。校長三姉妹が切れ味抜群な番組を目指すラジオ。皆さんこんばんは、校長三姉妹の長女塚島さむね役の飯田ひかるです。皆さんこんばんは、次女校長正宗役の柳原かな子です。皆さんこんばんは、三女堀抜正宗役の古川由紀です。校長三姉妹が切れ味抜群な番組を目指すラジオ、略して切れラジ第75回スタートしました。イエイエイエイ。はい、ということで今週は私飯田ひかるがオープニングを担当します。はい、お願いします。はい、さてね、最近ね暖かくなってきたね。うん、ね、ね、もう今年の冬はすっごい、去年、ね、今年の頭とかめちゃめちゃ寒いイメージあってさ、寒かったね。だからもうね、昼間はねコートいらないくらいの日もあるくらい、暖かくなってきましたが、まあまあとはいえ、まだね朝とか夜は冷え込むのでね。そうなのよね、だから体調崩すのかね。そうなのね、この気温差とかね、なのでね、まだまだ暖かくして、体調に気をつけて過ごしていきましょう。はい、はい、そしてまたね今日から3月ということで、そうですね、はい、キリラジ工房のテーマ変わります。はい、やっと2人で復習する。そうだよ、こと今月のテーマ何だっけ。復讐じゃないけど、今月こそ晴れちゃんが苦手なテーマを振ることを、そうより二人で団結して晴れちゃんを倒しに行きます。もう今までね、はい、晴れちゃんだからもう2対1の時点で敗北感感じた方がいいわよ。負けない、負けないから。2対1でこっち二人もいるんだから。それだけ勝ててないから、勝ててないんだから。まあ頑張りますから、頑張ります。はい、はい、それでは始めていきましょう。キレラジ今週もよろしくお願いします。この番組は定時間放送部の提供でお送りします。校長三姉妹が切れ味抜群の番組を目指すラジオ。柳原かな子です。春川由紀です。はい、ということで今週何かあった人、おー、はい、おー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 、そういう感じ。じゃあ先に言って、おーおー、はい、と言った柳原かな子さん、はい、はい、ボーです。はい、こんにちは、ボーです。何を言ってるの。はい、実はね、はい、前回ヒカルンが、ガトーショコラを作ったって言ってたじゃないですか。私はそれを聞いて、あーすごいなーって、なんかすごい上の天使じゃないけど、なんか天使天使になった、なんか上の人だなって思ったの。あ、私は叶わないわみたいな。彼は料理あんましないからね。そう、しないから、あーでも私とは違うんだな、ヒカルンはって思ってて。でもね、改めて思ったの、これもしかしたら私も作れるんじゃないかなって思って、やればできるよ、大丈夫。私なんと作りました。おー、すごい。しかもね、一品だけじゃないの、なんかまず、そのガトーショコラと、あともう一つね、なんか生チョコタルトかな、生チョコタルト2つ作ったの。いいじゃん。そう、で、なんか最初にそのガトーショコラをね、作って、その丸型じゃなくて、その長方形のやつかな、長方形の型で作って、やって、まあ、それはうまくいったの、それもうまくいったんだけど、その生チョコタルトってさ、そのまず型からやんないといけないじゃん。まあね、そう、で、なんかその私さ、前ね、その高校生の時にその、タルト生地にすごい怖い思い出があったの。タルト生地どんな思い出。そう、もう何回作ってもね、何回作ってもなんか落ちちゃうの、手から。その生地が私の中で、それは手が滑って、そう、それでも恐怖だったの、タルト生地を作るのが、恐怖、こぼれ落ちるタルト生地。でもね、その、やったのがそのオレオ生地で作ったから、その、全然熱くないの、だから熱っていう動作がないから失敗しなかったの。よかったね。止めてよ。失敗せずに作ることができたの。でもすごいじゃん。そう、ね、すごい、なんか成長した。ありがとう。
そうなんだけど、うん、なんかちょっと私のね、うん、タルト生地が大きかったのか、うんうん、なんかで足りなかったの。あーなるほどね、タルトの生地が、うんうんうん、そうだからなんかちょっとね底が薄いタルトになっちゃったんだけどなっちゃったんだけど、うん、でも味はめちゃめちゃ美味しかった。そう、結局味が大事だから、うん、食べた時のね良かったので、ちょっと上にねいちごとか乗せて、うん、なんかちょっと女子っぽくしたの。あらいいじゃん。そうしたらその家族に食べてね、うんうん、もらってね、ちょっと審査員みたいなしてもらったんだけど、うんうん、もうお母さんがえあんたこれ美味しかったよって言ってくれてね、うん、そう初めて美味しいって言ってもらえたの私が作った料理をだからめちゃめちゃ嬉しかったっていう、だから改めてなんか光るありがとう。え私は何もなんかいや、うん、作れることを教えてくれて、うん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 、そうじゃあこれからもね、いろいろ頑張、もしかしたら何でもできるかも。そうだよ、やればできる何でもできる気がする。何でもできる気がするかも。すごいな、やっぱ人の真似をするって大事だなって思いました、うんうん、あ、そうだね、参考にしたりね。そう、光るの参考にしたり。いや、よかったよかった、うんうん、そんな何もしないですよさて、そんな、ね、あの天使と言われた私天使とは言ってないけど、なんかさ、お尻凍ったな、笑いの。ごめん、自分をエンジェルにしてるの。天使とは言ってないわと言われた私ですが、あのさ、私また、うん、あの食べ物なんだけど、うんうん、私さ、小学生の時に、すごい話さかのぼるけど、うん、小学生の時にさ、家庭科の授業でさ、うん、5年生くらいの時に初めてこう一人で料理を作って、うんうん、でみんなで試食会をしましょうみたいな授業があって、うんうんうん、でさその時になんか特にさみんなで話し合いとかじゃなくて、うん、決める時にもう一人で黙々と決めるみたいな感じだったから、うんうん、みんなが何を選んでるのか分かんなくて、うんうん、私はとりあえずなぜか分かんないけど餃子を選んだのね、うんうん、楽しそうと思って、うんうん、で当日になってあのさみんなさサラダとか、うん、ゆで卵を可愛く切るとか、うんうんうん、だったの、うんうん、あそっち系だったのね、なんかだったのよ調理レベルなんかちょっと違った。確かに小学生の授業じゃん、うんうん、だからえみたいな、うん、私だけめちゃめちゃなんか具材めっちゃ買ってきてでも小学生の頃の私はね、うん、あのちゃんと授業前にね、うん、練習してたの、うん、もう偉い。そう練習放課後練習して家で、うん、すごいね。そうだからねうまく作れるようになって、うんうん、ちゃんと当日もね、うん、あのもうめちゃめちゃうまく焼けた記憶がある、うんうん、でなんかもう私のね席に大行列ができて、うんうん、すごい一粒しか食べられなかったっていう記憶があるの。そうそれででも私こっちに上京していろいろ自炊してるけど、うん、餃子を作ったことがない。確かになんか唐揚げばっか揚げてるイメージ。そうだね、結構茶色いもの作りがちだからね。茶色いもの重いからね。だからなんかこの前の休みの日に、うんうん、ふとあなんか今日時間あるし餃子包もうかなみたいな感じで、うんうん、でもあれ以来作ってないけどうまく焼けんのかなとか思ったんだけど、うんうん、もう死ぬほどうまく焼けたの。死ぬほど死ぬほどもうびっくりしてさ、もう自分でうますぎじゃないみたいな餃子ってなんかさ、焼き加減とか、うんうんうん、あとなんだっけ、かあの、なんだっけ、羽が難しいの、うん、そう、小学校の時もあれでめっちゃ苦戦して、うんうん、って感じだったから、なんかね、本当にいや、コツはね、なんか本当微妙なの。焼きすぎてもこびりついちゃうし、うん、あ確かに半生でも剥がれないのよ、フライパンから、うんうん、だから、なんかきつね色からちょっとほんのり黄金色みたいな、うん、なんかなるまでみたいな、そうそうそう、ね、焼きすぎもよくない、うん、でもちょっと結構焼いた方がいいかも、うん、タイミングが大事なんだね。料理はねタイミングが大事なんだろうね、うん、しかもねやっぱ羽作るとめちゃめちゃバリってして美味しいから、いや美味しいだろう、いやもう本当にね2人に作りたい今度餃子パーティー。作ってよ、前から食べたい、前はねたくさんできるからねちょっと餃子パーティーしようって決めました。いいですね、呼んでください、いいね、餃子パーティー、はい、私食べる人やります。私も食べたい、ぜひ食べてほしい、本当にうまいから食べる人になりに、ちょっとさすがにね包むのは手伝ってもらおうかな。あそれなら全然楽しいもんね、やるやる、うん、だからね楽しそ そう確かにやりましょう、はい、やりたい、いいですね、はるちゃんも、はい、私は全然食べ物ではないが、うんうん、私 TRPG って好きなんですよ、うんうん、まあ、テーブルトークロールプレイングゲーム、はいはいね、それで私友達がその TRPG のシナリオを結構たくさん書いてるので、うんうん、でその子にまた新
すぐ書いたからやろうって言って誘われてやってきたんだけど、それがねあのマーダーミステリーっていうやつで、まあ、ちょっとなんか推理チックな感じ、みんなでこうなんかヒントになるようなこうカードを引いていってお互いに誰が犯人なのか当てるみたいな、そういうゲームだったんだけど、先月までワードウルフ私たちやってたじゃない、で結構みんなで嘘つき合ってやってたじゃない、でそんな感じなの、要はシナリオと設定がついた人狼ゲームみたいな感じのシナリオだったんだけど、私はそこでもまたこう嘘をついてみんなをこう騙さなきゃいけないポジションになってしまったからやばいこれって思ってやってたんだけど、なんか私嘘つくのなんか上手らしくてですね、うん、結構みんな最後までこう議論をね何回かしてくんだけど、え分かんなくなってきた分かんなくなってきたってみんな言って、私もそうね誰なんだろうねこれ怖いね怖いわ怖いね、そう飯田ともね裏でこの間ねゲームで遊んだ時に遥かを怖いねなんかね騙されたんでしょ、めちゃめちゃ騙されました、怖いですこの女の人は、怖いですよ皆さん、だってさっきもさなんか嘘をつくことになってっていう、もう顔が笑ってたもんね、はるちゃんもうなりきってたよ、もう笑ってたもんね、楽しいですよ、やっぱ楽しいんだしれっと嘘をつくのが、いやできんわ、慣れてますからね人狼系ゲームはね、慣れてますだからね、やっぱね、うん、ちょっと先月はハンデがねありましたね、そうですね、あったわ、え、でもそれって推理小説犯人が決まってるの、犯人がそう決まってるの、だからその書いた人がだけが知ってるの犯人、あ、書いた人とも犯人は自分が犯人って分かってるから、あ、なるほどね、そうそう、みんなにバレないように、うんうんうん、いかにこう犯人を散らしていく、もう人狼だね、じゃあそうそう、だから怪しい、ね、自分も怪しいけど他の怪しい人にも怪しさをなすりつけていくっていう、うんうん、うわ、面白いね、人狼かけるクトゥルフみたいな、あ、本当にそんな感じ、はいはいはい、だ色々あるんですよ TRPG、いや、不思議、なんか信じられなくなる人怖いよそんなことゲーム上だけだからそうだね、ではでは、はい、メールをね紹介していきましょうか、はい、はい、最初はですねラジオネームもももさんからいただきました、はい、ありがとうございます、ひかるん、はい、かにゃ、はい、はるちゃん、はい、こんばんは、こんばんは、この前仕事場でみかんをもらったので、うん、休憩時間にみんなで食べていたのですが、うんうん、同僚の一人が薄皮を剥いて実だけ食べていたので、うんうん、いやオレンジじゃないのからと突っ込んでしまいました、うんうんうん、皆さんは他の人とは違った食べ方ってしていますかというお便りをいただきました、ありがとうございます、みかん繊維じゃなくてってこと、要はあれしろ、あのオレンジみたいにさ皮の部分を食べないで、うんね、中身の本当に粒の実の部分難しくない、それでもなるほどね、いやすごいな、あるなんか違った食べ方してるって感じ、気づきづらいよね自分、なんか指摘されて初めて気づくって感じ、うん、でも私食べ方で指摘されたことがあるのは、うんうん、私が学生時代、うんうん、まあ、寮に住んでたことがあって、うんうん、その時に、まあ、なんか自然とさみんなでご飯食べる機会がさ多いじゃない、一緒に住んでると、で一回指摘されたのが、こうはるちゃんっていただきますってご飯いただきますって後にご飯食べ始める前に絶対お茶か水一回挟むよねって言われて、要は食べる前にこういただきますってもうご飯食べ始めるんじゃなくて、もうまず飲み物とりあえず飲むよねって言われて、確かに私飲むけど絶対飲むから、うんうん、なんか無意識だったんだけど、あでも確かに言われてみたら私は絶対一回飲み物挟むのよ、そうなんだ、なんか口が湿ってないと多分食べれないいけないなるほどね、うん、確かに無意識、それ誰かに教えてもらわないと気づけない、そうそう、私も言われて初めて確かにって思ったから、あそうなんだ、うん、面白いね、でもそれ確かに、なんか私今聞いてて、うんうん、私もね水関連で、うんうん、ちっちゃい頃から一回言われたことあるのが、うん、めちゃめちゃ飲む、食べてる時に、うんうんうん、多分、うんうん、飲み込んだ後に水を毎回飲んでるんだよね、あなんか一口一口に食べてすっきりさせたいのかな、あでもね分かる分かる、なんか口の中でなんかさ次のものに行く時はさ一、うん、回水でそうそうそうリセットしたい、そうそうそう、だからなんか私普通に小学生の時でも例えばさ豚骨ラーメン屋に行くじゃんか、うんうん、3、4杯ぐらい飲んでたのよ、ね、あまあそうなんだ、でもまあ未だに普通のお家の食事でも2杯以上は飲むから、うん、そうなんだ、そうでも友達とご飯とか行くとさ全然みんな1杯で、うんうん、なんか別におかわりもいらないみたいな感じだから、うんうん、私結構人より飲む方なのかなみたいな、確かに多分
私も飲む方だな、うんうん、私逆に飲まない人か、飲まないか、あんまりなんかもうその前に飲んじゃってるんだと思ったの。なるほど。ご飯を食べる前に飲んじゃってて、なんかお茶とかも飲まないで食べるかも。ブランチはもういいみたいな感じ、うんうん、かもしれない、わかんないけど。そうなの。でも、ね、私ね、ちょっと 人とは違った食べ方多分あるの、うんうんうん、多分行ったことないと思うんだけど、うん、あのアイスのさ、うん、中がなんか普通のバニラで、うん、でなんかチョコレートがコーティングされてるやつあるじゃん、うんうん、それをね最初にチョコレートから食べるの。ああ、わかる、チョコレート、うん、なんかわかるかな。チョコレートのコーティングされてる部分を最初に食べて、うん、最後になんか中のバニラを食べるの。はいはいはい、一緒に味わわないってことね。味わわない、別々で食べたい、うん、あと雪見大福もそう。それは雪見大福か。そう、でもさ、言われるんだけど、わかんの。そう、言われることはもう承知の、うん、承知の助なの、うん、承知の助なの、ね、なんだけど、私はその餅から食べて、うん、最後バニラ食べちゃうの。なるほど、ね、そう。で、あと冷やし中華も、うん、なんかさ、最初に具を食べちゃうの私、はいはいはい、あ、でもね、それはなんかわかる。具を食べてから、なんか最後全部麺になるじゃん、うんうん、で、最後にその麺を食べる、うん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 、っていう、なんか、それがなんか習慣ついちゃって、ね、冷やし中華はなんか私もわかる。わかるよね、冷やし中華の具シャラ臭いよね、嘘嘘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 。キュウリ、私、冷やし中華のキュウリとか好きじゃなくて、うんうん、麺だけ食べたい。家で作るときはもう具なしの冷やし中華を作る、うん、あ、なるほどね、うん、そっかそっか、それもありかね。でも私さ、冷やし中華の卵が好きだからさ、あ、卵は好き、そう、卵が好きだから乗せるとしたら、結果具が乗っちゃうよ。乗せるとしたら卵とハムだけ乗せる、うん、あー、それがいい。私逆にキュウリは絶対ないと無理なの。シャキシャキ、シャキシャキと麺のつるっとした感じが、そうだから、それをなんか一緒に食べれないの、食べた、そう、難しいんだよな、面白い、こういうのって。そう、みんな違う ね食べるのなんて自分しか意識してないからさ、そうしてないからさ、他の人になってあんま言わないもん ね、はい、ということで今回のお便り紹介はここまでです。番組では皆さんからのメール投稿をお待ちしています。メールアドレスは包丁アットマーク joqr.net、 包丁は h-o-c-h-o です。皆さんからの投稿お待ちしてます。包丁三姉妹が切れ味抜群な番組を目指すラジオ、限界突破切れラジ工房。私たち包丁三姉妹がさらに切れ味あるユニットになるために、毎月のテーマに真正面からぶつかっていくコーナーです。月ごとのテーマにそれぞれ挑戦してポイントを貯めていきます。で、ね、毎月の最終週に優勝者と最下位が決定するんですけども、今回は、まあ、年度末総決算ということで、かっこいいねかっこいいね、かっこいい、言い方かっこいいね、うん、まあ、この半年でね行ってきたチャレンジを、うん、まあ、週替わりで行って、うん、そのね総合力を競っていこうということで、うん、もう今月やっていきます。まあね、まあ、今月まあ年度末総決算ということなんですが、うん、まあ、ここまで遥か負けなしなんでね大丈夫だよ、そのおかげで2人は絆が深まってるんだからそうだよ、ヒカルンとカニャは罰ゲームの会ができてるから、罰ゲーム会ができてるんだから復習だ、まあね、復習劇の始まりだ、まあまあまあ、今回もね私は勝っていこうと思うんですが、うん、とりあえず今回は11月に行った瞬発力チャレンジをやっていこうと思います。やりましたね、はい、こちらはあの、まあ、お題として出されたテーマに合う言葉をこう順番に言っていきます。はい、でこう順番に回っていって風船が爆発してた人が負けです、はいはい、で、まあ、テーマに合った言葉を言えたかはスタッフさんに判定してもらいます、うん、はい、というわけで、まあ、今回風船が爆発した人以外に1ポイントずつ入っていきます。はい、はい、というわけで、うん、もう風船から逃れられんの私たちもう、まあ、やだ、まあ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 、早速やっていきますよ毎週スタジオにあるもんね、そう毎週あるしかもちょっとなんか形違うし今回フォーカーみたいな形、ね、準備はいいか、はい、準備はいいか、よし、あれ待って、お題だよね、お題が出て言うんだよね、合う言葉言ってくね、オッケー、行くぞ、はい、はいはい、それでは瞬発力チャレンジスタートです。はい、ゴーゴー。お題はこちら、中華料理。おー、はいはいはい、あー、何があったかな、それではスタート、何があったかな、中華でしょ、麻婆豆腐、酢豚、中華まん、中華まん、いやいや中華まんでしょ、確認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 
ということで。うわー、意外と難しいな。パンダマンだよ。もう一回ぐらいいけるかな。パンダマンご利用しましょう。次のお題、はい、はい、気を取り直して次のお題、やばいやばい、コンビニで売っているもの。オッケー、はい、はいはい、それでは、はい、スタート。ファミチキ。水。唐揚げくん。あとなんだっけ、あとあれあれ、肉団子、肉団子、串刺しに刺さってる団子。あ、よかったよかった。2個まん。シュークリーム。プリンプリンプリン。タバコ。冷凍食品。酒酒酒。カップラーメン。スタバの飲み物。はい、ポテトチップス。おにぎり。お弁当お弁当お弁当。ストッキング。化粧品。そんな。リュウシンが危ない。ギリギリ戻ってきた瞬間に用意してたの。ギリギリだったの。よし、もう一問。もう一問いけるぞ。ありがとうございます。コンビニ意外といろいろ持ってるから。ちょっと待って、もうすでにうちら負けてるから。一回ずつ。もう私2回取ってるからね。ちょっと待って、次は任そう。じゃあちょっと時間を置いてさ。任そうねじゃないんだよ。成功。はい、じゃあ次のお題いきますよ。はい、はい、青いもの。あー、はい、というわけで。待って待って、いきますよ。あ、風船も青い。それでは青いものスタート。かき氷のブルーハワイアです。イルカ。イルカ。クジラ。クジラ。ペンギン。ペンギン。青いかな。青信号。青信号。空。空。クレヨンの青色。あと何。山。山。氷。氷。氷の氷。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 クリスタルガイザー。ちょっと待って、青って何。海海海。タフスラズリ。今の今私 OK。 今私間に合ってないですか。間に合ってないです。さっき私もここに来て言って終わられたから。嘘だ今。絶対間に合ったよ。これはもしかして私の。まさかの。まさか。挑戦は以上ですか。はい、というわけで挑戦は以上です。今回3人が獲得したポイントは、飯田2ポイン ト, イント、柳原2ポイント、春川2ポイントということで。やったー。やったー。間に合ったもん。いや、私粘ってよかったわ。そういう作戦だったんだけどさ。まさかのそういう作戦だったんだけどさ。嘘だね。やったね。やったー。すーこつい。というわけで、まあ、来週はね、また違うテーマでやっていきますので、はい、はい、というわけで、まあ、来週も限界を超えるために頑張ります。はい、以上、限界突破、キレラジ工房でした。本当三姉妹が、キレ味抜群な番組を目指すラジオ。本当三姉妹が、切れ味抜群な番組を目指すラジオ、エンディングのお時間です。番組では皆さんからのメール投稿をお待ちしています。メールアドレスは包丁アットマーク joqr.net、 包丁は hocho です。皆さんからのたくさんの投稿をお待ちしてます。最後にお知らせです。スマートフォン向け美少女剣劇アクション RPG 天下百剣ザンガは好評配信中です。私たち包丁三姉妹はもちろんなんですけれども、他にも可愛いみつるぎちゃんたちがたくさんたくさん登場しますので、ぜひとも遊んでみてくださいね。その他最新の情報は包丁三姉妹公式ツイッターをご確認ください。はい、最後に番組からのお知らせです。1年半お届けしてきました包丁三姉妹が切れ味抜群な番組を目指すラジオですが、3月23日の放送が最終回となります。
残り1ヶ月となりますが、最後までね盛り上がって放送していきたいと思いますので、応援をよろしくお願いします。お願いしま す、ね、まあね、ちょっと寂しいけれども、寂しいけど、うんうん、でもね結構ね長い期間やらせていただいて、そうそう、ね、いろいろねね、いろんなことに、まだ振り返るの早いですけど、早いけどまだ最終回になっていて、とっとこ、うんうん、とっとこね、そうだからね、このキレラジ工房でも ね、そうだよ、いろんな弦を磨いてきましたから、そうよ、そうですね、これでね誰が一番、そうだよ、今回のキレラジ工房も今は総合力ですから、やってきたことだから、そうよ、ね、同じことをやってるようなもんだから、そういうことよ、ってことは、ってことはこれでね優勝した人はね総合的に、うんうん、まあ優勝、優勝になるんで、優勝ってことですね、そうそうそう、いやでも罰ゲームを受けた私たちはもう最強ですよ、うん、そうよ、もういろんな道を乗り越えてきてるの、負けを知ってないとね、ダメだよね、そうなんだよ、負けを知らないと強くなれないんだよ、人は、いいと思う、それすいませんね、すいません、なんかいやいやいや、もう早川もこのままね負けなしでね頑張る、逃げ切りたいと思いますので、なんとか今みんな見たいと思うんだよ、思うんだよ、ですよね、皆さん見たいでしょ、見せてあげないでもね今同点ないよ、うん、そうだから次回に向けての対策、とりあえず2人で会議して、はるかと2人で、結構じゃん、2対1でさ、はるちゃんが答える目で時間止めたんだよ、もうそれか最終的にそのスタッフさんに賄賂渡す、うん、最終手段、もうそれはこの前言ってたやつです、そう、これがちょっとこれでお願いしますみたいな、もう切れ味とか話せる前の最終手段、もうそこに落ち着くから頑張ります、先生堂々戦いなさいよ、あなた、そうそう、恥ずかしくないの、見たいんだもん罰ゲーム、恥ずかしくないの何としてでも、そうだよ、何としてでもね、何としてでもすぎるけど、いやだ、私は何としてでも逃げ切りたいもん、さあどうなりますか、どうなるのか楽しみですが、あ、罰ゲーム、罰ゲームどうする、だって今までね、何やった、いっぱいやったよ、シチュエーションもやったし、うんうん、そうだね、おでん、熱々おでんもやったでしょ、あと風船パンパンもやったし、うん、あとなんだっけな、ダジャレ、あ、ダジャレもやったし、なんかもう全部やれ、いろんなジャンルやったね、全部やれば、罰ゲームメドレーリレーみたいな、そうそうメドレーリレー、絶対毎週毎週なんかツイッターで流れんの、それが王朝三姉妹の何4つ1、4、5個取るってことそうそうそう、個人個別に取って毎週、それさ自分でハードル上げてる、上げてない、そうだ上げてるじゃん確かに私はやらないもんだってあまり言わない方がいいよやめとこ、いやフラグという文化がありますね、気をつけましょう、はい、ということでね、今いい勝負ですので、はい、今週も楽しみにということで、うんうんうん、はい、ということでそれでは今週はお別れです、また来週も聞いてくださいね、ここまでのお相手は飯田ひかると柳原かなこと春川ゆきでした、それではまた来週、バイバーイ。この番組は明治館放送部の提供でお送りしました。